Alright, part 2, welcome, what's up, it's Sage, nice intro, haha, okay, well, squad leader, veteran, okay. あなたが新たにメカジキ2番隊の隊長に任命された方ですね。三五宮様からすでにお話は聞いています。Okay, well, I guess that sort of answered my question last part, where it's pretty weird that, that she just sent the team. Like, yeah. 軍でも以前からあなたについての噂が出回っていました。委任状の確認も終わっています。ですが、まだ一つ懸念が。何が？ん？何か問題でもあるのか？簡単に言えば、あなたが従う価値のある方かどうかです。Ah, okay. Fair enough. それってどういう？ I mean, if it's about strength, you're not vision bearers. I thought it's just like leadership type thing. 普段であれば、直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、今はちょうど絶好の的がたくさんあります。ここに来たのは、近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば、私たちもあなたの実力を認めましょう。おお、オイラたちの実力を見せてやろうぜ。その命いただいたわ。無駄な努力をやめたら。なかなかやりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、それでもすごいです。 No, it's not exaggerations. It was against three people. How the fuck do you measure that with the rumors? Come on. 自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こちらは義久、タイにいるベテラン兵です。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。 Right. 襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手強い相手ばかり。そうだな、渡墨島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。こんな悪い奴らに騒ぎを起こしてもらっちゃ困るぞ。Swordfish too. You know, I wonder if it's like not max settings. I wonder if the particles won't be this cluttered, like all over the place. I'm guessing it's like that, because I mean, let's be fucking real here. Oh, I thought it was something else. 浪人がいっぱいいる。これはまだ一部に過ぎません。近くにまだ拠点が2つあります。どの拠点を攻めても他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼らは支援に来るか逃げるか自由に選択できますので。それは隊長に危険が及ぶ可能性が。Danger. That's funny. 隊を分ければ隊長の護衛が減ってしまいます。少々不安が。Sorry. おお、オイラたちがこれくらいで傷を負うもんか。What the hell is that Paimon face, dude? わかりました。では、彼らを一網打尽にした後、またここで合流しましょう。Imagine if Genshin ends up like, you know, in these Arcan quests where they lock the co-op feature, right? And make those sort of. What are those? What the fuck? Red. Oh! Oh! Yeah, unagi datta. Anyway, yeah, as I was saying again, like lock the co-op features and then have those NPCs to fight along with us. That would be pretty insane.For the gameplay and also for the size of the game, so maybe I take that back. Explode, fam! Thank you! My god!
これでいいはずだ。怪我はないよな。アイモンこそ？そうだな。コウトクとヨシッサたちがどうなったか気になる。見に行ってみるか。隊長。報告。他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡辺島の後方はしばらく安泰でしょう。Oh, they split up. I thought we, when Sora said we'll go all at once together, I thought, okay, I'm sorry. よかったな。浪人も片付いたし、みんなからも認められた。でもこれからどうするんだ？戻ってここみに聞いてみようぜ。今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目障りだったんですが、危険だからと手を出さないよう高徳に止められていまして。はあ、隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止めたのもお前らのためじゃないか。 True. That's also a really good part of being a leader, or like the captain, I guess. ビビってただけのくせに。まあまあ。おいおい、喧嘩するなよ。まったく。とにかくここみに報告しよう。 Forget them, let's go. Nice subs. Ooh, a clear shot of the stairs and Dude, nighttime looks so beautiful here. Oh my god, man. What test to begin with? そうですか。確かに彼らのやりそうなことです。しかし、あなたの実力であれば、そのような試練も楽々と超えられると思っていました。報告に来たということは、渡辺島にいた浪人たちをすでに追い払ったということですね。 Yes. もちろん、オイラたち、あいつらを叩きのめしておいたぞ。わかりました。では今後は大久保に見張りを手配させ、彼らが再び騒ぎを起こさないようにすれば大丈夫でしょう。ご苦労様でした。これほどの手柄を立てたのです。報酬をあげなくてはなりませんね。そうですね。昇進はまだ早いので、俸禄を増やしましょうか。Imagine if we speak for Paimon as well. It would be like, you know, pay? Increase our pay? 鉄平には任務を手配しました。幕府海軍の奇襲作戦です。 Oh, that's a big role. 彼は後方にいたくないようでしたので、彼の選択を尊重しました。ところで話は戻りますが、ある特殊な任務をあなたに任せたいと思います。特殊な任務？はい、渡辺島とタタラスナの間に魔人遺跡があります。あそこにはいくつかの島がありまして、物資輸送の中継地点にも使われるのです。しかし近頃、そこに保管された兵糧が忽然と消えてしまうことが多々起きています。ですがタイがそこへ行った時、何も危険はなかったとのことでした。この真相をあなたたちに調査していただきたいのです。これは急を要することではありません。この何日かはまず軍に慣れることを優先した方がいいでしょう。渡辺島を回ってみてもいいと思いますよ。鉄平が戻ってきたら彼ともお話ししてあげてください。天気のいい日は海に出るのもいいでしょう。鉄平、本当に大丈夫かな。あいつうっかり屋だからなんか心配だ。あ、そうだ、訓練営であいつを待とう。あ、イジ？久しぶり。
a time skip a few days. Interesting. Okay. Hello. 久しぶりじゃねえよ。どう？メカジキ二番隊の人たちとはうまくやってる？じゃあ先輩であるこの僕が兵をまとめる方法を教えてあげよう。Okay. 彼らの俸禄を増やして報奨金も用意する。それに規律を守るように言って、それからなんだっけ。てっぺ、それどこで聞いたんだ？八重堂から出版された小説で読んだんだ。だいぶ前のことだけどね。当時いくつかの団子と引き換えに友達に見せてもらったんだ。小説に書いてあるもので軍隊を率いるなんて、これが俗に言う机上の空論ってやつか。僕を舐めてもらっちゃ困るな。今の僕は君たちと同じように軍隊の統治方法の勉強と模索をしているんだ。そう、海戦で大きな手柄を立ててね、今や僕も特別行動隊の隊長さ。おお、おめでとう。それに最も新しい招待でニシン一番隊って言うんだ。どうだ、すごそうな名前だろ。え、しかも僕たちの隊服も制作中だってサングロミア様から聞いたんだ。Dude, speaking of uniforms, I really wanna see the sort of clothes or whatever Ayaka made for us. I really wanna see it. And like, actually have us use it, you know? 制作が終わったら一緒に隊服を取りに行こう。新しい隊服を着たらきっとすごくかっこいいぞ。本当にありがたいことだ。これもすべて支援があったおかげだよ。その隊服、オイラにもあるのか？もちろん、君も僕たち渡墨島軍隊の一員なんだからね。やったー！隊長、新しい作戦任務が。ああ、今は行くよ。じゃあ僕はこれで、また今度ね。君も僕に軽々追い越されないよう気をつけてよ。オイラたちがお前に負けるもんか。それはどうかな。僕は今絶好調でね、手柄を立てるにはもってこいの状態なんだ。まさか鉄平が小隊長になるなんてな。どうやら本当に努力してるみたいだ。少し休憩して魔人戦争の遺跡に行ってみようぜ。え、So wait until next day or something? 五郎大将がいらっしゃれば前線はきっと大丈夫だ。 I swear to god, what is up with NPCs always talking over me whenever I try to like talk?Fuck's sake, man. Oh! There's a new thing there! Ah, no wonder. ここだよな。でも、怪しい奴はいないみたいだぞ。まさか隠れてるのか？近くを探索してみよう。この雷元素の石碑、なんだか怪しい。うわ、すっごく大きな雷カブトのギルチャール王者だ。雷元素に引きつけられたのか。やっ、いざ天理チョーク。降参しなさい。俺、鉄平だ。なんで
ここに? Isn't it someone else? It shouldn't be Teppei, right? Like, there's no way. 僕も驚いたよ。君たちもここで調査してたんだね。Okay. ちょうど物資を前線まで運んで、今この近くの脅威を片付けようと。大丈夫か?お前、なんか変だぞ。大丈夫大丈夫。多分この前海に出た時に体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して調査してる人がいるって聞いてね、見に来たんだよ。万が一危険にでも会っていたら、僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだったとは。どうやら僕の取り越し苦労だったようだ。てっぺい、お前はここの雰囲気に何か特別なものを感じるか?そう言われると確かに。でもここは魔人オロバシの亡骸に近いから、たたり神の気配が強いんだろう。オロバ…あー、オロバシ…なんでや? Why did they change the… Okay, whatever. 魔人オロバシってなんだ?ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。Oh! Oh! Okay, lore bomb. うわー! あんなにでっかい蛇の骨、見ただけで体が震え上がってくるぞ。今の渡積島があるのは、オロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中、オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が今の無双人狭間を形成したってわけさ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう。でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡積島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその信仰とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。I like how he's sort of explaining thatthe resistance isn't really fighting against Shogun, but we're just fighting against the Vision Hunt decree because we just disagree with it. It's not as if like we dislike or like hate the Arkan herself, but that's really cool. That's really cool. I like that. そして今、将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。大丈夫?僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。まだ他にやることもあるしね。うん、分かった。君たちは早くサンゴノミヤ様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから、長居すると体に良くない。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。Okay. まさか、鉄平がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。いつの間にかすごく成長したみたいだ。戻ってここ見に報告しようぜ。You know, one thing just really dawned on me is that, you know how the trailer or like the live stream, whatever, mentioned that 2.1 will have the login times 10 reward, right? The sort of times 10 fate. There's always a catch with miHoYo, and I've learned that since Honkai. So whenever there's something
that sort of like if they whenever they give us a lot of things, right, there's always a catch. And one of the catch that I've already that I'm already seeing right now is the fact that the Arcan quest does not give us any Primal Gems. The last two, Act 1 and Act 2, gave us a shit ton. So, yeah, I mean, I like MiHoYo, but you know. Kokomi, modattekitazo. Te, ore, Goro mo iru no ka? Nani ka atta no ka? Nanka sugoku shinken na hyoujou da na. Kono ijou ga hassei shita hito wa dore kurai iru no desu ka? まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。Accelerated aging。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。Ah, no wonder. That's why I felt like, okay, that's not Tepe, cause his hair was like grayish, like more grayish. I remember it was like a bit more brown-ish. Ish. そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかし、これは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか？ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか？ Oh my god。 ということは支援者の正体はファデュイだったのか？ Well, one, the OMG before that was because the Faduy was actually a part of this. I was not expecting that at all. I mean, I guess I should have, but And also, there's a one, this is like the vision thing, right? The sort of I don't know what's it called, but in the middle, it's not really a vision or like an element, but it's just the Faduy crest, which is interesting. And it's named Decretion or whatever that was, I forgot. しかし、なぜファデュイがこのようなことを? Because it's the Faduy, come on. いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。Wait.Tepe is one of them. Oh no. Oh wait, this is the kids' game. There won't be any deaths. Right? 近頃異常が起きた兵士たちには治療を、まだ間に合うことを祈りましょう。あ、また異常のある兵士って。嘘だろ。早く見に行こう。Those who yearn for the god's gaze. What a clean ass quest name. I like that a lot. Goro, 私たちも早く抵抗軍の拠点へ。一刻も早く邪眼の流通を止めなくてはなりません。Oh, delusions. So Faduy delusions. Okay. Ha! Sangonomiya sama! Nice voice acting. I like that. I like the energy.ああ、君たちか、来たんだね。Oh, no. ちょっと待ってね、今立つから。あれ、おかしいな。体の力が抜けて。ん？ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなればもっとたくさんのことができる。
あれ、僕の秘密兵器は？いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えば、この秘密兵器は僕に応えてくれる。そう言ってたよ。まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。Fucking MiHoYo, man. I just realized as well. So, vision is connected with ambition. But because we're so focused on strength, we sort of get into that delusion of if we trust this thing, we'll, you know, get stronger. But it's just a delusion.It's simple, but I like it. It's not the best idea, you know? Like, it's not like groundbreaking, but I like it. I like it a lot. ジャガン？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？お、そうだったのか。確かに、こんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなってた。 I wonder if there are more things that they will sort of, you know. ああ、やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。Well, you sort of did, but it's not really a good one. Sarista's not really the best Arcan you really wanted, you know. But,Sarista is the cryo Arcan, so, I mean, I don't know. 一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら、僕の分も持ってきてほしいんだ。それで、一緒に来てさ。なんて表情してるんだ、相棒。大丈夫。少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。There be any recovery from this? てっぺー。おい、どこ行くんだ？おい。Dude, I like that. Holy, dude, I like that. I like that so fucking much.Dude, I like that. Yo! Give me more! Give me more of that, bro! Give me more of that mysterious, serious Sora! Oh my god, so good! Teppei no yodai wa? Sude ni gun ni aru subete no jagan wo sesshuu suru yo mei wo kudashimashita. Hotondo no hito ni seimei ryoku no ryushitsu ga okite imashita ga, shinkoku na jōkyō ni wa itatte imasen. Desu ga,ごく一部では。三五の宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置し、彼らの容体を見たいと考えております。ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。 Why? この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。おお、okay.このような一大事が起これば、軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、今までの苦労も水の泡です。何かお考えはありますか？やつファドゥイに行こうと思ってるね。いけません、危険すぎます。 No, we already 1v1 the ファドゥイ Harbinger, so
鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産されたものでしょう。 Alright, MihoYo. One thing that I really want to point out right now, okay? Stop. Just, if you're gonna say 鎖国 decree for Vision Hunt decree, right? Use one of them and stick to it, man. Don't just use Vision Hunt decree in one sentence and then 鎖国 decree in another. Like, don't. There's no consistency. And it makes a lot of people that like the Japanese dub, but still want to understand, confused. So, just don't. Like, stay with one. It's not that hard. これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず本土の勢力が加担しているはず。彼らを阻止するためには、邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかし、そこにはきっと厳重な警備が。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも軍と一緒に。三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。そうだな。それもあるよな。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、奴らに感づかれ、間違いなく逃げられるでしょう。はい。少し考えさせてください。Now, let me give you stuff to think, okay? Like, we fought a dragon, we fought a harbinger, we fought a god. What else do you want? 邪眼を接収するときから、この件についてはすでに考えていました。巨大な工場、見つかりにくい場所、そして輸送経路の近くにあり、材料の供給を確保しなければならない。Is that one domain that I haven't opened yet? これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いでしょう。Oh, well. Still Yashiori Island. 私はあなたを止めません。しかし、くれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。え、その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても。わかったよ。I like that a lot. I like that a lot. That's a really nice change. I like that a lot, MihoYo. Okay, that's part two. We're gonna end it there. Hopefully, you guys enjoyed the video. Thank you for watching. It's been Sage. And I'll see you guys.